鉄道作業局137-9020経営、日本鉄道701複式機関車とは、複式機関を搭載した蒸気機関車である。蒸気機関の前提時、すでに船舶用蒸気機関で、熱効率を高めるために、一定の成果を上げていた、複式機関を蒸気機関車にも取り入れようとするのは当然の規決で、様々な形式が試みられた。しかし、 構造が複雑で整備に手間がかかり、加熱式蒸気機関車が普及すると徐々に通った単式に改造されていき、残った形式はわずかだった。蒸気機関車でのレシプロ式複式機関では各シリンダーのピストンの力を釣り合わせるために、高圧シリンダーと低圧シリンダーの容積の比を慎重に決定する必要がある。通常、 低圧シリンダーの直径とストロークの長さのどちらか、あるいは両方が大きくされる。サイクル中で凝縮の起きない期間では、高圧対低圧の溶石比は、通常1対2.25である。ギアードロコでは、シリンダー溶石は、低圧側ピストン速度を速くすることでおおよそ同じに、できる。鉄道の機関車において、 複式機関の主な利点は、より長いサイクルで温度と圧力を変換して、効率を上げ、燃料と水を節約して高い出力、重量比を達成できる点である。さらに、トルクが平坦化される結果、多く乗り心地が改善され、軌道への影響が少なくなる。急勾配かつ軸重が低い場合、複式機関車が最も現実的な回と考えられたが、 最適性能を発揮するには熟練した。操作のために、各々の機関車に専任機関士を配置する必要が、生じ、利便性を下げてしまうことになった。蒸気機関車時代の末期、アンドレ・シャプロンやリビオ・ダンテ・ポルタなど、この分野の研究者もこうした問題に直面した。複式機関車の設計には、熱力学や流体力学の的確な知識が重要で、あるにもかかわらず、 設計者がこれを書くことが多かったため、過去の設計の多くは最適とは言い難いものとなった。20世紀初頭に製造された機関車で解くこの傾向が顕著で、必ずしも複式機関特有の問題ではなかったが、長い蒸気流路の途中で温度低下と凝縮が起きやすいこの種の機関で特に影響が大きかった。1929年以降、 古い機関車を改造する際、シャプロンは蒸気流を改善し、蒸気温度が下がらないように大型の加熱器を取り付けるなどして、出力と効率性を大幅に、しかも安価に改善した。さらに温度をより一定に保つため、高圧シリンダーと低圧シリンダーの間に再加熱器とスチームジャケットの付いたシリンダーを試験用の貨物機関車、160AH 型に取り付けた。 再加熱は、ポルタの改造機、プレシデンテ、ペロン、アルヘンティーナでも取り入れられている。短式機関の支持者は、シリンダーを早めにカットオフして、少量の蒸気を送ることで、複雑で、初期費用の高い複式機関の必要性はなくなると、論じ、現在まで続く議論となっている。機関車用のレシプロ式では、多くの複式機関の構成があるが、 高圧と低圧のピストンがどのような位相関係になっているかに応じて2種類の基本型に分類することができる。高圧側の排気が直接高圧シリンダーから低圧シリンダーに流れ込むものと圧力変動が蒸気ダメやレシーバーと呼ばれるパイプの形で中間のバッファー空間を必要としているものである。複式機関に関する永遠の問題は指導である。べてのシリンダーが 自身の重量を動かすために何らかの方法で蒸気に高圧シリンダーをバイパスさせて減圧した状態で低圧シリンダーに直接送り込むことが望ましい。このため特許が取られた多くの複式機関システムは何らかの指導機構に関連している。ドグレン式4シリンダーシステムは高圧と低圧で独立したカットオフを設定できランタンと呼ばれる。 ロータリーバルブにより高圧グループと低圧グループを独立して動作させたり組み合わせて動作させたりできるものがある。他のほとんどのシステムは様々な種類の指導弁を採用している。別の問題は2つのシリンダーグループの弁装置が完全に独立しているか何らかの形で連携しているかという点である。ボークレイン式4シリンダー複式機関車。 ミルウォーキー鉄道の A2 型ナン、no. バー919。複式機関の構成には様々な種類のものがある。以下に蒸気機関車での構成例を示す。カッコ内はその方式を使った代表的な技術者。ありがとうございます。